なるほど。ヘビのね。まさき駅です。眠いよ。まさき駅でもちょっと長めに列車が止まって駅を自由に見てもいいんです。途中下車扱いにはならないみたいな感じのね。まあでも青春18切符を使ってますからね、そういうことはちょっと関係ないんですけどね。駅舎から出ちゃったりなんかしちゃってね。桜も咲いております。いいね、なんかね、和むね。来ております。そして鹿児島県に入っていきますね。湧き水町って読むのかな、ちょっとなんて読むのかな、ちょっと文字が小さかった。とにかく鹿児島県に入りました。人吉駅ですね。ここから自転車ですよ。宮崎県の海老野の方に向かっていきます。この日はね、決まった時間にね、鹿児島県にね、鹿児島市に着かなければいかなかったのでね、時間との戦いだったんですよね。本当は小林っていうところまで行きたかったんですけど、時間が間に合わなくなって海老野市内の駅まで行きます。これ途中スーパーに寄ってですね、お昼ご飯ですね、餃子的なものとなんかお肉を買ってますね。あ、お肉かな、あれなんだろうな、さつま揚げだね。まあ鹿児島といえばさつま揚げでしょ。あ、仙台川、こんなところにね、仙台川が流れているんですよね。あの仙台市の方面流れていくんですよね。なんか地形がさ、つながってんだよね、こっから仙台の方までね。まあ当たり前っちゃ当たり前なんですけどね。海老野市ですね。宮崎県の海老野市に入ってきました。空はいい天気ですね。川が流れているようでございます。穏やかな日差しの中、自転車に乗っていきます。葉桜になったような桜ですね。白い壁、なんか住宅街のような路地を通っていきます。そして海老野海老野なんとかっていう駅まで、画面が小さくて読めないんだよね。海老野、この駅からですね、臨行いたします。海老野駅。本当はね、小林までね、自転車で行きたかったんですけど、時間が間に合いませんでした。こういうね、古めかしい駅をね、利用できるのが幸せ。ああ、ちょっとね、写真とね、ビデオでね、時間の関係性が前後いたしますね。違うカメラで撮った映像なんですね。海老野井野駅に、さっきついてたんですけど、これはちょっと手前の映像でございます。なんか女の人が手を振ってですね、観光客にアピールしてるんですね。やっぱりこういうのは大事なんですよね。あんまり観光客が減ってくると活性化しないといけないんで、みんな苦労してるんですね。
したディーゼルカーでね進んでいきます。西小林駅を通り過ぎていきます。のんびりしたディーゼルのね感じがたまんないですね。駅前でございます。いい天気だ。そして次ね、高原、高原と書いて高原駅、高原町の中にあるんですけどね、今回は通り過ぎるだけですね。4動画分のね説明をねまとめてやりたいと思います。前回の4動画分の一番最後まで、最後はどこまで来たかっていうとですね、2020年の4月9日だったんですけど、今回は10日をね、10日の日の分を4等分したいと思います。9日の一番最後どこまで来たかっていうと、ちょっと最初から説明しますね。すいません、ごちゃごちゃしております。野の字自転車全国市区町村旅、旅400から424日目、2020年の4月3日から27日、ジャパン輪行編、東北地方と九州とか行ってるので、ジャパン輪行編ということで、一応27週目のシリーズの19週目、一番数字の若いところがね19週目のところも通っているので、27週目のエリアのシリーズの中の19週目扱いとして紹介していこうかなと思っております。今回は2020年の4月の10日なんですけども、それを4等分するんですけども、9日目の一番最後どこまで来たかというと、熊本県のね、熊本市西区のネットカフェに泊まりましたね。で、今回はここからまた熊本駅まで行って輪行してですね、八代駅で乗り換えるんですね。全然自転車に乗っておりません。で、青春18切符輪行なんですけども、八代駅から特急電車に乗るので、別途乗車券と特急券を買ってですね、特急電車に乗って人吉市の人吉駅まで特急輪行いたします。そして、それがね、人吉駅から各駅停車になるんですね。そこからまた青春18切符輪行して、宮崎県の海老の市を通り過ぎてですね、途中ね、列車から降りてもいいところがあってですね、降りるんですね。で、また乗ってですね、鹿児島県の湧水町の、吉松という駅があって、そこから自転車に乗るんですね。で、自転車に乗って宮崎県の海老の市に入って、海老の飯野駅まで行きます。そこから鉄道輪行してですね、都の城市まで行って、自転車に乗ってちょっとだけぐるっと回るんですね、駅の周辺をね。そしてまた、輪行して鹿児島県の鹿児島市に至るという。そしてこの日の夜はね、夜行船に乗ります。トカラ列島方面に向かいます。で、今説明したものを4等分してね、今回お送りしております。鹿児島市に至ってはですね、以前にも来たことあります。それ以外の部分は初めて自転車で行くところで、で、宮崎県内はね、今回自転車旅としては初めて入っていきます。ですね、集計なんですけどもね、日数の方が424日目まで行きます。海外は、自転車旅としては韓国と台湾行っております。都道府県の数は44箇所、今回ね、宮崎県も加わって全部で44箇所。そして、日本国内の市区町村ね、1158箇所行っております。まず熊本県内ね、熊本県内で今回の日程の中で初めて行ったのは、
八代市、そして人吉市、乗り換えただけなんですけどね。で、全部で、熊本県内8カ所ですね。で、宮崎に入ったり、鹿児島に入ったりするんですけど、とりあえず宮崎ね、宮崎県は初めて行ったんですね。えびの市と都城市で自転車に乗っております。2カ所行っておりますね。で、あと鹿児島県内は今回の日程で初めて行ったのはこの湧水町。鹿児島市はね、前も行っております。全部で5カ所行っております。位置関係ですね。東京都世田谷区を中心としてね、くる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 電車旅をやっております。番号順的には小笠原島もね行っておりまして、番号順につながっているのはですね、26周目が三重県とかね、奈良県、京都府、大阪府、兵庫県を通って兵庫県内の養父市961番まで続いております。この後がねちょっと途切れた状態で今回の旅をやっております。今回の日程の中の一番最初に行っている4月10日の一番最初は、熊本県の西区なん熊本市の西区なんですけども、これは一応ね48周目ということになっております。で、こっから輪行してまず八代駅を目指しました。八代駅ここにあります。八代駅は51周目ですね。八代駅で乗り換えて、人吉駅ここにあります。人吉駅は、一応53周目ということになっております。ここから特急から各駅停車に変わるんですけど、まあ一応ねここも来たということにしました、今回はね。そしてですね、ここから宮崎県のえびの市に臨行して、ここで、まあ、駅で降りたり、まだ自転車にも乗りましたね。で、ここが一応ね、50周目のエリアということになっております。で、最初は駅で降りてまた乗って、列車で湧水町、鹿児島県の湧水町に行って、ここがですね51周目。ここから自転車に乗って、また宮崎市のえびの市に入って、ここからまた輪行してですね都城市に行くんですね。宮崎県ですね。で、51周目ね。で、ここからまた輪行してですね、鹿児島県の鹿児島市で、この日の夜は夜行の船に乗りますね。ここは54周目でございます。